みんな大好きすき家の牛丼。そんなすき家の駐車場に2日間無断駐車した車が話題になっています。その動画がこちら。ああ200枚以上の警告書が窓にも屋根にもタイヤのホイールにも貼られまくっていて、すき家の怒りを感じます。これに対してみんなの反応は、やりすぎ、他にやり方はなかったのか、持ち主が逆ギレしそうと、すき家の対応が不適切ではないかとの声が上がる一方で、やりすぎじゃなくて止めすぎ、回転の早い飲食店で無断駐車はダメだろ、牛丼は食べたのかなと、車の持ち主を批判する声も多く上がっていました。これね、私有地に無断駐車された場合、その車を動かす権利は土地の所有者にはないんだよね。車の所有者が戻ってくるまで泣き寝入りってことだから、事前に無断駐車されないような工夫をするしかない。自分の私有地に無断駐車されたおっさんがブチ切れて裁判を起こした事件あったよね。無断駐車された車を動かす権利を求めたんだけど、車の所有者にしか車を動かす権利はないって敗訴して、さらにブチ切れたおっさんは、その裁判所の敷地内に自分の車を無断駐車して帰宅するっていうトンチの効いた事件がありましたけど、裁判所は、裁判所の敷地は私有地ではないので車を速やかに移動させてくださいと冷静に対応していました。みんなも覚えておいてほしいのは、自分の私有地に無断駐車されたら泣き寝入り、これね。西中でした。